どうも高井です。コストパフォーマンス重視の買い物は損をするって話をします。私は趣味でこういうヘッドホンを買って曲を聴くっていうのが好きなんですけど、機種はこっちが ATHSX1A っていう機種で、こっちが AHD7200 っていう機種。こっちの方が値段が安くて16,000円クラスのヘッドホンで、こちらが7万から8万の高級品のヘッドホンですね。最初はこっち使ってたんですよ。ただこっちは半年くらいでこういうヘッドバンド、これにシワができて、今では全体的にシワが出てきてるし、しかも革のこの黒いカバーの部分が剥がれかけている、ボロボロになっているってことなんですね。これは1年で起きたことで、それはゆえにっていうのもあるんですけど、買い替えよう、新しいの買おうと思って、でこのヘッドホンを買った理由っていうのが、デザイン性が優れていて好みだなって思ったからなんですよね。ただヘッドホンっていうのは使えば使うほど経年美といって、音がより美しくなっていくっていう楽器特有の付加価値のあるシステムがあるんですよ。システムというよりも楽器特有の美しさがある。だから年を取れば取るほど価値が高まっていくっていうのがヘッドホンの特徴なんですよね。使い込みはですけど。じゃあこのヘッドホンは価値がないのかって言ったら、そんなことはない。ただ寿命の分だけ価値が高まるって可能性がヘッドホンにはあるので、このヘッドホンよりもこのヘッドホンの長持ちするというのであれば、このヘッドホンの方が価値が高まる可能性が高いってことなんですよ。なので今後日本の職人さんと消費者の間で、コストパフォーマンス重視の道具や物が生産されるよりかは、パフォーマンス重視の経年美を意識したデザイン、そういう仕組み作りやってほしいなって私は思っています。そういう風であれば、多分今後の日本は別に今までみたいなものすごい売り上げを見込むっていう GDP を意識した生産よりかは、もう職人さんが作るっていうこだわりを持ったものづくりをしてほしいなと思うので、そっちの方が幸せになると思いませんか？一度ね、消費者の視点でも作る側の視点でも考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。